皆さんこんにちは、ジマです。今回の動画はですね、高い買い物であるレンズの購入の際に私が参考にしているですね、3つのサイトをお話ししていこうかなと思います。結果今回の動画見ていただいて、まあ、レンズ別の作例であったりとか、レンズをまあ中心にした、まあ、一つの情報の、まあ、収集の仕方っていうところをですね、お話しさせていただこうかなと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ。はい、改めましてジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影に関することであったりカメラに関する情報をですね、中心に配信しておりますので、初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回のね、動画は、カメラ、まあ、レンズを購入する際に参考となるサイトは私自身がね、使っているところなんですけども、皆様がもしこういったサイト参考になるよっていうものがございましたら、概要欄でね、教えていただけると嬉しいです。先にですね、まあ、おすすめサイトっていうものを3つ紹介していこうかなと思うんですけども、私はですね、こういったレンズの、まあ、購入するときに、まあ、どういった写真が撮れるのかなっていうのを、まあ、事前にね、調べようとするんですけども、シンプルな、まあ、作例ばっかりが並んでいる、まあ、ウェブサイトよりもですね、どちらかというとそのレンズの、まあ、奥深さっていうところですね、まあ、コラムというか、まあ、写真家の、思いがですね、掲載されているウェブサイトっていうものを好んで読むようにしています。まあ、私がですね、カメラはニコンを使っているんですけども、ニコンのまあ利用者であり、 F マウントレンズの作例はですね、まあ、正直なところ今までも17年間 F マウントのね、カメラを、使ってきていますので、もう何年もかけてじっくり時間をかけてたくさんの作例をいっぱい見てきたんですね。ただ最近は Z マウント、ニコンの、まあ、Z 系統ですよね、ミラーレス一眼の、まあ、レンズの作例っていうものを、たくさん見たいかなというところがありますので、必然的にですね、次の3つのウェブサイトを見ることが多くなっております。1つ目がですね、Z クリエイターズ、2つ目が、ニコール Z、3つ目がニコストップですね。で、Z マウント以外のさまざまなカメラメーカー、例えばタムロンさんであったり、シグマさんのような、まあ、サードパーティー製のレンズであったりとか、キャノンさんであったり、ソニーさんのような、他のカメラメーカーの、写真っていったものをですね、まあ、レンズに特化した、まあ、サードパーティー製も含めたら、次の3つですね、よく見てます。マップカメラさんのね、ザ・マップタイムズというマップカメラさんの多分店員さんかスタッフさんが、まあ、書かれている結構面白い、結構そうですね、情報量が多くてですね、参考になるサイトであったり、フォトフィトですね、あとはガンレフというシンプルにもうレンズで検索かけたら、このレンズではこういった人がこういったカメラを使ってこういった写真を撮りましたっていう、まあ、情報が、まあ、見れるものがありますので、そちらを、まあ、参考にしてたりもします。なので Z マウントっていうところにフォーカスをすると、 Z クリエイター、ニコール Z、 ニコストップで、レンズ全般っていう風に考えると、ザ・マップカメラさんのザ・マップタイムス、フォトヒト、ガンレフ、この、まあ、合計6個ですね、をよく見ています。で、1つ目の、まあ、Z クリエイターズをなんで見てるかなんですけども、新しいなんか風を楽しめると言いますか、少し前まではレンズの作例っていうと、まあ、よくあるカメラ雑誌なんかに、まあ、評価がされていて、メーカーさんがあとはまあ作成するこのレンズではこういった写真が撮れますよっていうカタログなんかを参考にするのが、まあ、一般的だったと思います。このレンズ欲しいな、どんな写真が撮れるんやろう、あ、そう言ったら今月号のカメラ雑誌にこのレンズ評価されてた、あとはカタログ、量販店なんかに行ったらこのレンズの下にこう引き出すようなものがあって、カタログ持って帰れるやつがあって、そこで見るみたいなイメージです。で、高級レンズの場合はですね、まあそのメーカーさんも売りたいと思いますので、作例が大量に載ってるんですよ。いいレンズにはたくさんの作例がいっぱい載っている。ただ、私が比較的購入するコストパフォーマンスの高いレンズっていうのはですね、そのカタログの中でもなんか端っこにちょんって折って、なんか作例2枚ぐらい申し訳なさ程度にちょんちょんって乗ってるぐらいで、もっと見たいっていうところがあったんですよね。で、当時はそういった自分が欲しいレンズに対する作例を探すのって結構苦労したんですよね。ただ最近は写真共有サイトなんかが
発達しているので、レンズの比較検討っていうのが本当に楽になった時代なんですよね。特に私が今気に入っているのは、ニコンが運営する Z クリエイターズ、著名な写真家の方々の写真っていうのもすごい参考になりますし、それがやっぱり求めていくところだなっていうのは思うんですけども、こちらの Z クリエイターズっていうサイトはちょっと面白いのが、ゴリッゴリの写真家さんが撮ってるというよりかは、なんか Z シリーズのねカメラを使ってる、どちらかというと一般なのか、アーティストなのかっていう、その写真家っていうくくりの外側でも活躍される方をフューチャーして、かき集めて、写真を活用するような印象があるんですね。なので今まで私が参考にしていた方とはちょっと路線が違うんですけども、それがですね、ある意味いい刺激をもらえるんですよね。写真家の方がすごくいいお写真を撮られてるのはやっぱりすごいなっていうところもありますし、憧れる面であったりとか、ここを目指していきたいなっていうところもあるんですけども、逆にその一般の方が撮られている写真でも感動する場面ってやっぱりたくさんあって、そういったものがそのメーカーのメディアっていうものを通して、一般の私たち消費者に届いているっていうのが、なんとなく心温まるというか、なんかホッとするというか、その燃え上がるものがあるんですよね。なんかすごくリスペクトしている。なので今回紹介するサイトっていうのは、概要欄にも載せておきますので、もし私の動画見終わった後にですね、ちょっと Z クリエイターズ覗いてみようって方は、ぜひ見てもらえたらなと思います。2つ目のサイトが、ニコール Z ですね。これサイト名合ってるのか分かんないんですけど、でも URL がニコール Z になってたから多分合ってるから、間違ってたらこれね申し訳ないんですけども、最強のレンズカタログやと思ってます。さっきは Z クリエイターズはどっちかっていうと、その窓口を広げて Z マウント対応のレンズっていうものを使っている人が、フューチャーされていると。ただ次のニコール Z はゴリゴリの写真家の方々が並んでます。もうめちゃくちゃ惚れ惚れする写真が掲載されている、かつ高品質なニコンの Z シリーズと Z マウント対応のレンズを使って、これこそがニコール Z の力だっていうのを、写真家の力を借りてもう猛烈にプッシュしている最強のカタログやと見とって面白いんですよね。でレンズ別での作例、この写真はこのレンズで撮りましたとか、この写真家の先生はこのレンズで写真を撮っていますっていうのが見れるので、すごくリスペクトする、先生別で作例を見つけることができるので、すごくですね使いやすいんですよね。で Z クリエイターズ同様ですね、文字情報っていうものも含まれていますので、このレンズでこういった写真が撮れますっていうシンプルな表記ではなくてですね、このレンズでこの先生が撮り張って、こういう思いがあって、こういう結果の写真が仕上がりましたっていうような流れがあるので、ストーリーをですね感じれるっていうのはすごく面白いです。なのでシンプルな作例が羅列するウェブサイトっていうのもすごくいいとは思うんですけども、そうですね、なんか電子カタログというか電子雑誌のような位置づけで、このニコール Z というウェブサイトはですね、私自身参考にしております。で一部ですね、インタビュー動画なんかも、含まれているので、リアルなですね、この人っていつも、この人というかこの方、この先生方はいつも雑誌では、止まった絵でしか見てないけども、動画で動かれると、こういう感じの、方なんだっていうのがなんとなくね、リアルな温度感、人間味がキャッチできるっていうところで、レンズの評価っていうのもその人のイントネーションであったりとか表情を含めてキャッチできるっていうので、もう最強のレンズカタログっていう風に思うのはここです。昔は私それを紙媒体でしか見てなかったんですよね。それが動きのあるものとして見れるっていうのはすごく嬉しいですね。で個人的にやっぱりポートレートであったりとか動物風景写真っていうのを私自身はよく撮るので、必然的にそういった作品の参考としてですね、やっぱり河野先生だったり上田先生、この前ご挨拶する機会があったんですけども、すごくお優しい方でした。あとは半田先生ですね、動物のね写真を撮られていて、今のところ、ズームレンズにテレコンバーターを使って撮られてるようなんですけども、もしニコンのね Z マウント対応のレンズで 500mm とかの、もしかしたら F マウントで 500mm って出てるんで、Z マウントやったらもうちょっと長玉になるか、さらに F 値が低いものができるか、
ちょっとね、今後の Z マウントの超望遠は期待したいんですけども、現状、半田先生のやつは、テレコンバーターかまして、あのね、北海道の桃がなんかを撮られている作品っていうのは好みなので、まあ、一人のその写真を単純にいろいろ見たいなっていう時によく見るサイトです。3つ目がですね、ニコストップです。これはちょっとテイストが違うんですけども、ただ単純に読み物として楽しいんですよね。まあ、レンズの参考サイトとは変わってくるところがあるんですが、ニコストップっていうのはですね、まあ、写真撮影に関わる方々のいろんな視点であったりとか、比較的ラフな写真が多いんですよね。なのでどちらかというと Z クリエイターズのようなアーティストに寄ってるような、まあ、一般の方が投稿されている写真をフューチャーしているもので、今度は、ニコール Z のような写真家の先生が全力で機材の力をふんだんに活かした写真を撮っている。ただニコストップはどっちかっていうと、なんかそういうんじゃなくて、ただ単純に写真を撮るのを楽しんでいる人たちがフューチャーされている、比較的ラフな写真が多い印象です。なので SNS などの普及で写真を撮る人としての評価を、まあ、得る方法というか、自分の表現を出す場所として本当に大きく変わっているなっていう。昔はどちらかというと、何かその投稿する場所があって、そこに写真をお送りして評価を得てっていうような形が多かったかなと思うんですけども、もう自分主体で評価はどうなろうがはちょっともうお任せして、自分はとにかく何かを出す、世に出すっていうところができるようになっているのは新しい流れだなっていうのがすごく感じれます、ニコストップからは。で、自分の古い考えを変える、ゴロッと変える際に役立つサイトになっているかなと。かつ一応ですね、私が参考にしている理由が、各ページはもうほぼ読み物なんですけども、最後に使用したカメラとレンズってちょろっと出てるんですよ。いや、もっとそれドンって出したらいいとは思うんですけども、多分そこをね出しちゃうと、Z クリエイターズとかそっちに寄っちゃうと思うんで、ニコストップはあえてそこは強調しないようにしてるとは思うんですけども、しれっと紹介されてるので、あ、これ Z6II で撮ったんやとか、あ、これ 50mm で撮ったんやっていうのが分かるので、すごく参考になります。で、何よりやっぱり繰り返しですけど、それ以上に読み物としてね、楽しめるサイトになってます。その人がどういう風な思いで撮って、どんな写真を撮って、で、その時に使ったカメラは実はこれでしたっていう形ですね。で、以前この 1,2 年の間ですごく著名なカメラ雑誌が立て続けに休刊になったっていう話を語ってるんですよね、他の動画で。ただその私自身がよくよく考えたら、紙媒体の情報誌よりこういった右脳ベース、どっちかっていうと数字の話であったり仕組みの話っていう、カタログであったりカメラ情報誌の細かい添削といいますか、その評価レビューっていうものを左脳的に見るよりも、そのビジュアルというか、その人の思いというか、どういうふうに撮られているのか、それこそ Z クリエイターズとかニコストップなんてまさにそうなんですけども、どっちかっていうと新しい刺激、トレンドをキャッチする意味も含めて、右脳ベースでのそのどっちかっていうと情報を集めている。で、そういったものはカメラ雑誌ももちろんそうなんですけども、ウェブサイトの方がまあ充実しているかなっていうところがあって、なんとなく自分がちょっと前にね、紙媒体が減っていっていると、カメラ雑誌も縮小していて、より選ばれたものだけが継続していくような状況になっているっていうのはお伝えしてはいるんですけども、私自身もやっぱりその、まあ、一般消費者の同じ行動原理をしているなっていうのは、ここでこの今話をしている中で感じました。次はですね、レンズ選びは慎重にというところで、今3つの、私が特に今日光の Z シリーズに手を出しているところなので、そうですね、ニコンの Z 関係のレンズを参考にする際に役立つサイト3つお伝えしたんですけども、やっぱりレンズ選びは慎重になるべきかなと。高いんでね、安くはない。はい、私自身ですね、まあ、レンズを購入する際っていうのは、失敗であったり後悔のないように、まあ、家電量販店であったりとか、まあ、実物にね触れに行ったりしてたんですよ。まあ、最近は感染症の関係で、まあ、簡単に出かけれないですし、タッチするのも
リスクあるじゃないですか。一つ一つアルコール消毒してるであったりとか、まあ安全やってなってても何があるかわからないんで、まあ、可能な限りねそういった場にはもうここ 1,2 年は出向いてはないんですけども、あとはサードパーティー製のレンズっていうものをここ最近は使う機会が減ってきました。でニコン純正に対する、まあ、レンズなんて特にあの信頼感があるんですよね。ボディ側はちょっとまだあの一眼レフはすごくあの信頼しております。逆に言うとめちゃくちゃ信頼してるから今でも一眼レフをゴリゴリメインでは使っていくと。で、まあ、ミラーレスもすごく信用してはいますが、あの自分が本気を出すときは一眼レフを使ってます。でレンズの話に移るとやっぱり F マウントレンズも Z マウントレンズもニコンのレンズっていうのはすごく信頼しています。というか、まあ、そこが信頼してるからこそ、いろいろ言われますけどもニコンを使い続けてるところはありますね。でカタログでの、まあ、スペック面とか作例っていうものを見てみて、まあ、そのレンズの個性なんですけどね、まあ、描写のところでちょっと線が太く出るとか、まあ、描写が男らしいとか柔らかい印象だみたいな形で硬いのか、まあ、柔らかいのかみたいな形の表現っていうのはレンズの、ね、個性があるので、やっぱりそこは把握してから購入します。同じような焦点距離、同じような F 値、同じようなレンズ構成だったとしても、そのレンズそれぞれによってその時代の流れっていうか、まあ、開発の時の何か影響はあるとは思うんですけども、柔らかいふんわりした写真になるレンズもあれば硬い写真にね仕上がっていくっていうものはあるので、そういったレンズの個性っていうものは把握してから買うようにしてます。今まで私自身が撮影対象がどんどん、まあ、水中の生物から風景に移って動物に移って人物に移って野鳥に移ってという、いろいろ撮影対象が変わっていく中で被写体に合わせた、まあ、レンズっていうものが増えていくんですよね。水中の生物撮るんやったら、まあ、マイクロレンズみたいなものがやっぱり便利ですし、人物を撮るんであれば 85mm とか 105mm のような開放 F 値の、まあ、小さい値のレンズが必要になってきますし、野鳥撮影なんかをするってなると、こういったね200から500ミリのようなコストパフォーマンスの高い、ちょっと片手でするには怖いから戻しときますね、こういったレンズっていうものが、まあ、必要になってくるというところで、被写体に合わせた、まあ、最適なレンズっていうものを毎回揃えておりました。で数多くあるですねメーカーの中でカメラボディの特徴であったり堅牢性も、まあ、大事ではあるんですけども、レンズに対するですね安心感というところからニコンを選んで、まあ、使い続けている理由の一つかなというところがあります。で今後はですね、まあ、単焦点 85mm の、別系統ですね、まあ、F1.2 なのかな、かっこ仮ですけどね、今 50mm が、まあ、小さいF 値っていうものが出てるので、それの 85mm スライドやったら嬉しいかな、であったりとか薄型単焦点ですよね、 28mm なんかもう、まあ、9月10月ぐらいになるんかなっていう印象なんですが、 28mm であったり、まあ、40mm の薄型単焦点、やっぱりニコンの Z 系統っていうのはミラーレスになって、一眼レフよりかはボディ単体のねサイズっていうものがちっちゃくなってるので、 28mm とか 40mm の薄型単焦点っていうのは登場が待ち遠しいところがあります。でもし何かしらのですね私にご縁があって、なんか皆さんの作例として撮る写真がですね、私が撮ってる写真が今後、まあ、役立つ機会があれば嬉しいかなと思います。なので何て言うんやろう、私が Z クリエイターとかニコストップとかニコール Z のようなところで写真を見せてもらって、ああこのレンズではこういう写真が撮れるのねっていうのを参考にさせてもらってるように、私がこういった、YouTube のような動画媒体を通じてこういうレンズを使ってこういった写真が撮れましたみたいなものが、あそんな写真が撮れるのねと皆様のですね何かお役に立つ場面があれば嬉しいかなと思います。で他にもですね役立つサイトっていうものはたくさんありまして、私はですね、まあ、レンズの作例だけを見ても物足りんというか、もう正直見飽きてるところがあるんですよね。なのでこれはもうそれ人それぞれのタイプだとは思うんですけども、時短も含めてもうサクッとね、このレンズで何が撮れんの、どういう風に撮れるのっていうのを写真だけね見たい方っていうのもすごく多いと思います。でそういった方はやっぱりフォトフィト
読み方合ってるかな、であったりとかガンレフ読み方合ってるかな、などのですね、もうレンズ、例えばメーカーでレンズ選んでカメラメーカー別でね検索できるっていうのはすごく便利なサイトがあります。ニコンであったりとかキャノン、ソニー 50mmF1.8 とか F1.4 とかいうものを選んでもらって、もうザラーっと、一覧でねそのレンズで撮った写真が見れるサイトもあったりするので、ぜひねそういったところを使ってもらえたらなと。でもう一つちょっとそのどっちつかずというか面白いものがあるんですけども、これ本当個人的な好みなんですが、マップカメラさんですね。私が結構そのカメラの購入先としてねお世話になるところ、ヨドバシカメラ、マップカメラ、カメラの北村、この辺りからよく買ってますね。でザ・マップタイムズはそのマップカメラが運営している、ウェブ媒体で、私がよく機材を購入するところでなんとなく親近感勝手に持ってるんですけども、そこの運営するものでスタッフブログさんというかスタッフさんのブログになってるんですね。で各カメラとかレンズっていうものを結構その新しいものから古いもの、かつあなるほどそういう組み合わせねっていうちょっとマニアックな組み合わせなんかもされていて、結構面白いんですよ。で考え方次第なんですけども、今は作例っていうですね、このレンズを使ってこういう写真が撮れますっていう作例っていう、何が撮れるか、対象のレンズを使って撮った写真が答えとしてすぐ分かっちゃう時代なんですよね。今までであればレンズが出ました、カメラ雑誌を何冊か見ました、で何枚かの写真を見てこういう感じが、うんうん撮ってみよう、このレンズ欲しいなっていうちょっと高揚感が出てくるんですけども、今は探せば探すだけ出てくるので、このレンズが欲しいな、このレンズでどういった写真が撮られたんやろうか覗きに行ってみる、めちゃくちゃいっぱい出てくる、なんかもう自分そのレンズ使ってもないけど、なんかもうお腹いっぱいぐらいそのレンズで撮られた写真を見てしまって、ちょっともうなんやろね、お腹いっぱいになるみたいなことが、できてしまう、良くも悪くもできてしまう。なのでこれは便利である一方、自分がなんか使う前にね、いろいろそのメリットデメリットを含めてね、例えば大きいであるとか重たいであるとか駆動音がちょっとね気になるであったりとか、あとはそのマウント部分の耐久性が気になるであったりとか、フードのところがね気になるであったりとか、シンプルに価格が気になるとか、いろんな情報っていうものを知りすぎてしまう、簡単に情報をキャッチできやすぎるっていう寂しさもあるので、よく言われる情報過多、もうカメラに限ったことじゃないですけど情報過多な時代なんで、意図的に情報を自分で、このカメラは買う、もう他の人の意見は知らん、情報をバンって遮断して、個人的に自分が使う時まで、レンズを届くのをですね楽しみにして、届いていろいろ撮ってみて、で自分なりに投稿サイトなんかを見に行って自分も投稿してみたりして、他の人がこのレンズを使って、なるほど、そう撮ってるか、やるやん、負け取られへんみたいな形で使うのが正しい方法だったりもするので、情報との付き合い方っていうのをですね、昔はカタログであったり雑誌でしか得れなかったのでセーブされてたんですよね、もう物理的というか機械的に。なので今は自分が欲すれば欲するほどゲットできちゃうところがありますので、自分で取りに行く、見に行く、その何でしょうね、この情報のお腹いっぱい度合いっていうのはコントロールしてもらうのが大事かなって、私自身がレンズを購入するときに、思います。めちゃくちゃ欲しいレンズやけど、いろんな写真見すぎて、この写真は、このレンズで撮る写真はお腹いっぱいやから別のレンズにしようみたいになることも時々あるんでね。なので情報との付き合い方っていうのを整理整頓してもらえたらなと思います。このような形でこのチャンネルでは撮影に関すること、カメラに関することを毎週配信しておりますので、初めての方はぜひこの機会にですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。